さあやってみましょう。模式のシリーズパート9です。9回目。いやー、今回物申したいことが、物申したいというか、もう話題がてんこ盛りじゃないよ。てんこ盛り、一つ、もうただ一つ言いたいことがある。ただ一つ言いたいことが、どうしよう、いつ見せる。いや、この時だな。これだ。お分かりいただけるでしょうか。何がこれがあって、ネットでね、ちょっと探してみてもね、一覧まとまってるのなくて、自分でさっきまとめた。オープン戦の清宮の成績です。ファーストライナー、四球、デッドボール、フォアボール、1ゴロ、2ゴロ、2ヒ、セカンドフライ、ピッチャーゴロ、見逃し三振、空振り三振、ファーストゴロ、空振り三振、見逃し三振と。あれ、これ空振り三振じゃなかったっけ。今も確かめる術がねえな。決して、多分これ空振り三振だったような気がする。カラカラミーじゃなかったような気がするな。まあ、それはいいよ。いや、確認できる。まだ確認できる手段があった。ちょっと待ってくれ。一球速報、出場成績で OK？ 成績で OK？ OK。ほいで、やっぱ空振り三振だね。何見てんだって言われるな。これだな。これ。空振り三振です。空振り三振、見逃し三振、空振り三振ということでね。今日の清宮というか、最近の清宮、特にここ、横浜戦での、うぃー、勝手に再生されてしもうとんじゃ。ちょっと待って。ちょっと待てー。もうわちゃわちゃしちゃってもう。というわけでね、この問題の三振の動画を見ていただきましょう。見逃し三振の部分だから、この3回目の打席ですね。今回パリーグ TV をお借りして、パリーグ TV の映像をお借りしてやっていきます。二人の対決の、ちょっと球場がもう、桜井っていうピッチャー、ベイスターズの高卒ルーキーらしいな。名前あんまり覚えてない。こんな人いたかなって感じだけど、見逃し三振のシーンだ。2最後もういっぺんに追い込まれてるな。3球で17打席ノーヒットからの、これあれ ?17 打席ノーヒットだから、んこれで18打席ノーヒットか、19打席か、んまあいいや。ジャストドキング、ギャオラ解説ですね。ギャオラ解説、ジャストドキング。清宮、桜井の前に三振に倒れ、これを見ちゃう。もう一回スタジオなんで見回ってますね。17打席ノーヒット、ベシッ。見逃し三振じゃないよ。いやー、どうなんだ清宮。他にももう一つメモ取ったのがあったんだ。今日のね、全打席振り返りをまとめた人が、まとめたっていうか、まあね、まとめた名無しの人がいて、風吹けば風の民がいてね、これどうなんだろうね。第一打席スライダーで三振、スライダーカーブストレート三振、スライダーカーブストレートで空振り三振ね。どうなのこれは。特にスライダーに対してすごく苦手意識を持たされてるね。外の多分スライダーだと思うけど、プロのスライダーに対応できてないね。厳しい目を向けさせてもらうけれども、ちょっと清宮が打席での精彩を書いてるな。模式をシリーズでパート8でなんか散々期待してるような感じの、期待してが上がってるなって感じのね、雰囲気上がってるなって感じの動画を上げてたけども、ラミゴ戦でね、ツーベースとか打って、ラミゴだっけ、ツーベース打っておーって感じだったけどさ。いやー、それからこの動画までの、このあれを撮ってからこの動画までの間に一本もヒット打ってないからね。いや、まずいでしょ、これは。まずいでしょ。まずいっていうか、大丈夫かってなんだろう。プロ、シーズン入りしてからも使われるんかなっていうね、そういう恐れが出てきた。金子誠いいなあ、CC になってない ?CC に。長打 C になってない長打 C。なってないなってる気がするね。それはもちろんいいけど。みんな成長してる。
森本も成長してるし、清宮も、こっちの模式用の尻、模式用の清宮の方がいい間であるな。全然いい間であるな。これ田口出していいな、正直。しょぼそうな若手ピッチャーと引き換えにして、田口出していいね。生駒、原田、ほんとこれ合ってるか？急速でいいんかな？カーブとか投げた方がいいんじゃないかな？行こうか。本当はブランデンを取りたい。ブランデンを取りたいけど、まあ、時間の関係もある。あれ？まだ5分しか話してない。あんまり時間経ってないね。思ったほど時間が経ってない。投げるのはもちろん、うちの生贄エース、金村。毎度のように試合を投げても。これこそまさに毎度、金村です。打順だけは清宮を4番にして使っていきますよ。守備位置も、もちろん5番と、レフト。西。この方がええよな。まあいいでしょう。いいかな。打順ちょっと気になるけどな。気になるな。西浦を、まあ、清宮の前にどんどんランナーを出すという感じにするのはこうだな。小笠原を1番にして、金子でバント西浦。ちょっと逆か。西浦1番。出塁考えたらかな、こっちかな、こうかな。井出がちょっと、あんまり役には立たない。まあ、打力考えたらこうか。これでいこう。今日も勝ちに行く。今日も勝ちに行きますよ。しかし、ほんと、この打席ないよ。ほんとひどすぎる。特に第一打席のこのひどさよ。全部スライダーって舐められすぎでしょ。というか、ある程度研究されたのかな。今日誰だったんだろう、横浜の先発。ちょっと待ってよ。一級速報、出場成績かな。横浜のピッチャーマルチネスじゃないや、こっちか。東左投げか。それはまあこういう攻めするわなっていうけど、スライダー、カーブ、ストレートが第2打席だしょ。大して球が速いピッチャーでもないんだぞ、こう見るとさ。133キロ程度のストレートしか持ってないピッチャーに、あの、ここ144に出てるけどさ。金子、西浦。いけるでしょ。キャッチャー、谷繁か？いけないか？まあでも行ってみるか。スタートはいい。いやー、危ねえ。ローズがいる。白ローズが。ゲームの清宮は打ってるな。先制タイムリーです。ストライクワン。ツーストライク。飛ばしていこう。いやー、しかしなー、こんな17、18打席も清宮が雨天状態になるとは思いもよらなんだな。追い込ま、ピンチに背負ってるぞ。進藤もいける。いけてない。横浜、進藤を DH 使ってるけど、サード誰なんだろう。清宮の
まあ成績うんぬんもあるけど、今日のあれなんですよ、オープン戦見に行ってました。あの倉敷マスカットスタジアムにね、あの楽天対中日の試合を見に行ってたんですけどもね、うん、おいいね、この打席見ていこう、見てたんですけれども、いや中日の外野スタンドで見てたんですが、いやー塩試合だった塩試合と言わざるを得ない試合だったな。いや塩じゃないか、楽天サイドから見たら全然いいんだけど、もう中日完璧に抑え込まれてて、2安打0風だね。楽天騎士の前にもう全く手も足も出ずという、そういう試合で、寒空の下、まあ日が出ると暖かいんだけど、ダメだダメだ初日や、楽天の前に手も足も出ない中日というのがちょっと信じられないというかさ、楽天といえば雑魚のイメージじゃん、まあ、まあもうあのね、球界再編の時から比べたらもう何年も経ってるから楽天雑魚なんてことはないんだけどさ、田中麻の時にね優勝もしてるけども、それでもやっぱ楽天って言ったら弱いっちゅう、そういうイメージ、強い横浜が強い、ローズなんか抑えられるわけないだろう。ボコ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 になってる。また西浦すげえ。お、いい、いい。このカメラがいい。で、ファール打つとカメラ変わるんだよね。これ。ミニ球場ベンチ。ミニ球場ベンチ。ミニ球場1、2、3。ベンチ。チェンジアップ。チェンジアップ。オープン戦からそんないろんな球投げなくていいよ、ストレート1本で十分で、中日側はね、G っていうピッチャー、ダメか、ピッチャーを試してた。今年中日が新しく獲得した先発タイプのピッチャーだね、ピッチャーですがね、1億円ぐらい、1億円以上かけて取ったらしくピッチャーらしくてね、どんなもんかなと思って、まあ中日ファンのね、一緒に行ってた人、ね、の、まあ、今年を今季占うピッチャーだみたいな感じだったから、どんなもんかなみたいな感じの試合で、そういうマウンドではあったんだけども、アマダにポカーンってこう、ツーランホームラン打たれて、ローズの席見ていくか、ポカーンって打たれてね、で、あれペギエロに打たれたのも、あれも、あれはジールの時だったっけかな。まあ、ホームラン2本で楽天、ま、楽天の、あ、2本で楽天は3点取って、それでもう、中日の負けでしたけどもね。なんか負けるにしてもまた内容が、中日なんかもう攻めるに攻められずみたいな感じの攻めっぷりで、攻めるに攻められずみたいな攻めっぷり。とにかくランナーも出せないし、相手が、楽天がランナー出すともうことごとく盗塁されるし、楽天は8本ぐらいヒット打ったかな、もっと点差が開いていいぐらいの、そんな感じの試合だったの。 G 自体はね、まあコントロールはいい感じがしたけど、球もそんな速くなそうだし、変化球中心だったけど、そんなにみたいな感じでね、あんま期待薄かなみたいな。で、次にあと、中日の選手で言えば、新外国人選手でモアとアルモンテっていうピッツ外野手出てたんですよ。その2人ともまあまあ泣かず飛ばずというか、大したバッティングもできずみたいな感じでね、期待の新戦力も期待外れという感じで、なかなか中日ファンからしたら厳しい試合だった、そんな試合を見てました。まあ日ハムファンなんでね、関係ないっちゃ関係ないんだけど、日ハムと言ったらもう本当に清宮を中心に見てるからさ、清宮がもう18打席ノーヒットというこの現実よ。多分ね、シーズン入っていったら清宮使わないと思うんだけど、そんな、高めのボーク。シーズン入ったら使えないと思うわ、これでは。守備もね、いまいちらしいな。見てないから分からんけどさ、ちゃんと見てないから分からんけど。守備もいまいちらしいな。
お、小笠原出た。小笠原走らしとくか、せっかくだし。これどうだ、よしよし。ちょっとね、河村武はモーションが大きいんだよね、この焼きつく内では。あのグラブを突き上げる感じのフォームをするというふうな感じでございましてですね。いや、いい、金子誠が打っている。スリーベースいける、3ついける。いった。あえて西浦に打たさずに清めの点いいなし。このまま当たりに当たってる西浦に打点をつけよう。なんか今言いかけたな、なんか言いかけて、この前に話してた話題を思い出せない。もあややもあややもあや、おアルモンテの話だっけ、違うっけ、日ハムの話だっけ、何の話してたか忘れちゃったな。まあ、このオプセの時期っていうのはね、まあ、各球団もまあいろんな思惑を持って使うから、外野フライは十分でね、十分でね、打点にはなる、犠牲フライ、よしよし、十分仕事している。若干今喉が痛い、寒空の下、あの倉敷マスカットで見てたから喉が痛いし、ちょっと風邪をひいたかもしれない。寒い中、割と寒い中見てたから。まあね、中日はね、大野が FA して行ったから、微妙に応援してる。微妙にってか、がっつり頑張ってほしいなって思う、大野にはね。大野中ですから。日ハムに入った時から、もう大野中だから。それが、中日行ったら、まあ、本当ならね、活躍して、するなって感じだと思うけどね、FA 出たらね。鶴岡なんかはあのソフトバンクに行った時はクソって感じだったけどさ、死ねって感じだったけどさ、鶴岡に関してはさ、大野に関してはなんかもう喜んで送り出すようなところあるな。なんだよな、違うんだよ。鶴岡はなんか金に目をくらんだ感じがしてさ、すごい嫌だった。大野は岐阜出身だしさ、なんか地元にどうしても帰りたいんだろうなって、放流みたいな、育てた稚魚の放流みたいな。よし、いける。5番道走ってもダメか、いや、お、走った、いいじゃないの、ウィース。お、近所をサードで使ってんのか、オープン戦だね、横浜のオープン戦だね。田中健介現役、日ハムの唯一の現役かな。暑い、この試合暑いな。これぐらい楽しい試合が見たいよな。シーソーゲームっていうかさ、追いつ、引き離しては追いつきみたいな。てれれれー。さすがに野口じゃ無理よ。あ、ほんま、ちょっと体がね、ちょっと、変調をきたしてるな。寒い。清宮18-0。18-0は話題になるな、これはな。特にここ数試合の成績がほんとひどい。三振が多すぎる。何かを試してるのか、何かが良くないのか。三振っつうか、そんなに三振の多くない場合。いや、でも三振が多いってのはそれだけ球を見てるっていう証拠でもあるけどね。プロのピッチャーがちゃんとストライクを入れてるっちゅうことだから。まあ、そういうことなんだろうなって。また打たれてる、金村が。交代だ、もう交代だ。さすがのあれも、この犯人袋の方がどうのこうのだ。で、春系。いや、春はねじ伏せる。ローズを歩かせる。よし。鈴木貴則やらかした方がいいか。でもここまで当たってないしね。まあ大丈夫でしょって言うと思った。ローズ歩かしたかったのにな。まあ、ルイ埋まってるから、ローズ歩かすことはないわ。頼むぞ、バンド。頼むぞ。
うわ、もう、なんじゃその守備は。君たち、守備練習をもっとした方がよかったか。近所も怖えな、おい。この、野球つくないでは確か近所は早熟持続タイプに分類されてたと思う。だから、若い時は成績を残すんだけど、年を取るまでは活躍できない。年を取っても活躍はできないみたいな。早めに引退するみたいな感じだったけど、実際、現実の近所は割と、若い時が一番ピークだけども、その後も割とそこそこ活躍するみたいな感じだったよね。そこそこ。でも外野は、すぐ外野だったよね。そんなにサードなんかやってた期間は長くなかったと思う。やっぱ内野手もね、内野失格になって外野に行くパターン多いね。日ハムも森本ひとりが、この時にはサードだけど、サードから外野に行ってるしね。なかなか、内野の守備ってのは難しいんでしょうね。サードとはいえ。まあいいな。まあ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 。ここ谷繁を抑えたらいいから頑張れ立山。よしよし、バントだ。石本奇襲バントだ。あの近所はそんなに守備は良くないぞ。今何分ぐらい、こっちか、21分。あ、でももう21分か。もう20分経ってんのか。落ちないね。バカかな。小笠原。いや、ちょっと待って、小笠原にバントさせな。こら。まあ、完璧なバントだったんで、よしとするか。小笠原、バントをしない2番として。トカノ久しでいいかな。なんか口の多い名前だよな、こう見るとさ。トロトク、よっしゃ、いい試合だね。いい試合になってるね。トカノのここが口でって、ただそれだけが言いたかったんです。ですしょぼ。清宮ってのは今のところつまりオープン戦ではヒットなしだね。全くヒットなしだね。ラミゴ戦はあれは練習試合だからカウントされないから、オープン戦じゃヒットなしだね。このままだと二軍降格も、首ではないんだけど、二軍降格の道が見えてきた。石井拓郎打たれてる。春は抑えてくれ、春は抑えてくれ。よし、オッケー。あ、ちょっと待って、清宮の打席。高め振ってるな。いいね。こっちの清宮だけは本当によく打ってるね。本当はダイソー出したいけど、まあ、森本ぐらいしか出せねえし。ストライクワン。うまくない。ローズがいいと思ってたか。いで。割と固唾を飲んで見守っている。最近スパロボの実況してるから時間感覚がおかしくなってるね。20分とかもう十分長いはずなんだけど。まだまだいける気がしている。まだ短いなみたいな感覚がある。牽制入れるな。しかし今季の中日はかなり不安要素が大きいね。なんかそれこそ G とかピッチャー取ってはいるんだろうけど、そんな20勝とかしそうな感じの、20勝、10勝、15勝ぐらいしそうな感じのピッチャーには見えんかったし、
取ってきた新外国人の2人もそんなに期待していいもんじゃなさそうな感じだったしな。ビシエドはいなかったけど、もう守備もさ、高橋周平がエラーしてたし、強打もちょっとあんまりいいプレーエラーかな、うん、強打もいまいちな守備をしてたしってんで、変えよう、変えたいけどローズまで抑えてもらおう。あ、いけるわ、ここもいける、ここもいける、うい、一本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 走ろう。あ、ダメだ、トカナジだったらまずいかも。うめっきり、あ、危ねえ、思いっきり今ウエストしたぞ。谷繁クラスの肩を持ってしても小笠原程度の走者をさせないっていうのはちょっとあれだよな。この焼きつくの良くないとこだよな。もうちょっと盗塁に関しては厳密な方がいい。多分は谷繁総力肩 S ぐらいあるからな。これ伊藤剛ってピッチャーあれじゃない、うちのピッチャーじゃなかった。余裕、これは余裕、金子誠なら余裕。もう1点ぐらい欲しいとこ、もう1点ぐらい欲しいところ。バッティングカウントストライク、もう1球、同じ球、うわ、同じ球じゃなくてスライダー。ピッチャー交代、ピッチャー交代、ミラバル、ピッチャーミラバル、死んでもミラバル。抑えのエースは抑えるために出てくるべき。でも全然抑えの資質はないけどね、球速いだけっていう特徴しかないからな。変化球いらんぞ、ストレートだけでいいぞ。な、どうだ？これをシーズン中に1回でもやったらもうミラバルの抑えを剥奪させてもらう。別のピッチャーを抑えにするからな。もうミラバル中継ぎか先発かに降格だ。先発は降格と言えるかどうか知らんけど。ピッチャー交代。もうこんなピッチングするようなやつを使うわけにはいかん。今関、あとは任せた、あとは任せた。さあ清宮だ、さあ清宮だ、なんとか出塁してくれ。最終回ちょっといい展開だね。このまま引き分けでいくか、このまま引き分けでいくか、それともサヨナラになるか。俺の清宮はもしかしたらここでホームランがあるかもしれません。どうだ？清宮神の子、不思議の子。言った通りかよ、なんだよこの焼き作ってゲームはよ、面白いじゃねえか。思った通りの展開に。美しすぎるな、いやー美しすぎるわ。清宮がさよならホームラン打ちましたよ。多分現実じゃ今季中見れるかどうかわからないような貴重なシーンですね。ないわそんな、こんなもうゲームみたいな筋書き、なかなか清宮シリーズ一番のこの名試合として語り継がれるレベルかもしれん。清宮シリーズ一番の名勝負、4打数3打1本3打点1儀比、しかもホームラン1本、打ったのは
スライダー、スライダーかな、スライダーだな。トカノのインコースで入ってくる低めのスライダー、インローへのスライダー。完璧な試合じゃないか。完璧とは言えない。ピッチャーとしてはね、抑えの守護神も炎上してるからさ、エンジスがホームラン1本打たれただけだけどさ、先発も炎上してるし、先発の金村も炎上してるし、ミラバルも打たれてるけども、清宮だけはね、最後3安打打って、しかも3打点を挙げて、最後はサヨナラホームランも打ち尽くすということで、ね、もう完璧な完璧な内容でございました。いや、いい試合だ。いい試合。そして奈良原帰ってきた。奈良原もあれだね、中日 OB だから、なんかあの中日のコーチ陣の中に名前が入ってたね。うん、一応オーダーを戻しとくか。特に新しいあれはないな、変化はないな。ちょっとあの、ちょっとあれだな、あのスタッフスカウト変えた方がいいかもしれないなっていう気がするけどね、場所とか位置というか。これでいいです。1軍から、違う、もう2軍に入って、すぐ1軍に入ってるわ。守備考えたら田中健介より奈良原でしょうってことなんだよな。まあそうだな、そうだね。肩ないものの、肩ないだけだもんな。もうお任せで、まず1回お任せにして、奈良原1番でどうなんだろうな。1番で使うほどの選手じゃないと思うんだよな。小笠原1番、金子2番、金子 CCBBA か。これ考えたらやっぱあれかな、清宮を。これ考えたらな、やっぱあれだよって、まあ、全然何も考えてないこと言ってるな。西浦を1番で使うのもありだと思うけどな。ダッコーダが少なすぎるか。まあ下を厚くするか、後ろを厚くするか。奈良原がでも奈良原よく見たらチャンスに B だね。チャンスに B、 チャンスに D。 これ一番やっぱ西浦ですわ。チャンス D だからね、こう見たらね、チャンス D だからね。あんまり得点圏にランナーがいるときには使いたくない。でランナー出て、金子が送って、小笠原が進めるか得点を入れるかして、清宮オバンド、奈良原チャンス B だから、まあ井出よりは打つんじゃねっていうことで、まあダブルチャンス打線に近いな。こうで野口が4番、仮想野口が4番みたいな感じで、まあこれでいこう。あと守備位置、ライトと、どうしてもライトでオーバーアンドを使いたがるけど、まあ肩考えたらね、肩考えたら打順を俺いじってんだ、バカか。守備位置だ、守備位置。オバンドと、オバンドをレフト、西浦をライトだね。ライトの方が肩強い方がいいからね。こう守備分析するとひどいね。ひどいね、特に三塁が。三塁がひどいな、小笠原が。しゃあない、でもしょうがない。小笠原サードで使わないと、清宮をファーストで出せないから。おぉ、一軍に。コーダはそれなりに伸びていく。いいですね。カーブはいけると。はい。ありがとうございます。コーチ陣ありがとうございます。ということで、まあ35分ぐらいの動画になりましたね。でも試合展開は非常に良かったんでね、ぜひとも見ていただきたい。この動画は、試合展開、試合運びはもう本当に面白い感じになった。清宮が最後ホームランだぞ。劇的ってのはまさにこのことを言うんだろうな。現実の清宮は18打数ノーヒットとかそんなことをやってるけども、こちらね、俺の作った模式をシリーズの清宮は、高卒ルーキーながらオープン戦でサヨナラホームランをかっ飛ばすというね、豪胆な成績を残している。ちゅうことで、ほな、まあ、またね、清宮がね、なんかヒットでも打ったらまだ動画でも上げようかと思ったら、一個も打たねえもんだから、もう、もはやネタにしちゃって、打ってないのをネタにして動画に上げました、してあげました。またいずれね、もう、4週前半になっちゃってるから、あと2回したらオープン戦終わって、公式戦の開幕になるから、それに合わせつつだけども、
いつから？いつからオープン戦か、いつからあの開幕、いつ開幕試合か、ちょっとそれ調べさせて、それだけ調べさせて、いつなの？いつ？リーグ戦？リーグ戦をしたいの？3月30からか。今日が3月10、これ動画上げるのは3月12でしょ？あと2回で3月30しなくちゃいけないって考えたら、次は3月20ぐらいか。18ぐらい。18、25、で30でオープン戦ぐらいで、そんな感じかな。間延びしちゃって。間延びしちゃってもう、ね、間延びしちゃってもうねっていう。ね、3月30から開幕試合、開幕始まります、試合が始まりますということで、ほな、ここまで。また、ね、それじゃまた遊んでね、それじゃまた見てください。ほな、また。